ニミュエ選ばれし少女はアメリカ合衆国のファンタジーテレビドラマシリーズである。フランク・ミラー、トム・ウィーラーによるグラフィックノベルを原作にアーサー・王伝説の湖の乙女ニミュエの冒険を描く。出演はキャサリン・ラングフォード、デボン・テレル、グスタフ・スカルスガルドなど。2020年7月17日にネットフリックスオリジナル作品として全世界へ配信された。 シーズン1をもって打ち切られた。イングランドがローマ帝国の支配下にあり、キリスト教が異教的な生き物や知識を敵視する時代を舞台とする。魔力や羽、角などを持つ妖精族フェ兵、その絶滅を図るキリスト教の赤の騎士の軍団、イングランドの支配を求める、ウーサー王と氷の王カンバーの四者が争う。シリーズは、フェイの少女の二名、人間の傭兵のアーサー、 ドレイドの魔法使いのマーリンを中心に描く。ニミウエの故郷の村は赤の騎士と呼ばれるキリスト教徒の軍団に焼かれ、フェイはチリチリとなる。ニミウエは死の間際の母からマーリンに渡すよう頼まれた、緑の剣を持ち、アーサーに助けられて赤の騎士から逃げ、生き残りのフェイに交流する。マーリンの使えるウーサー王とカンバー王は王座に権威をもたらす緑の剣を求める。 ニミュエは、父と知ったマーリンと会い、フェイを率いるも、ウーサー王と赤の騎士の軍団に包囲される。ニミュエは、自分と剣をウーサー王に差し出す代わりにフェイの安全を求める。これを知った赤の騎士は、ウーサー王を裏切り、カンバー王と結びついて、フェイを皆殺しにしようとする。カンバー王に敵対する海賊がフェイに味方して救う。ニミュエは、赤の騎士の指導者。 カーデン神父を倒すも、自らは、矢でいられて、水に落ちる。二ミュエ選ばれし少女のキャスト。上段左からキャサリン・ラングフォード、グスタフ・スカルスガルド、ピーター・マラン、ダニエル・シャーマン。2018年3月28日、ネットフリックスは、本作の制作を発表した。2019年1月、イギリスのディープカットにある陸軍の遊休地で、セット作りが始まった。 2019年3月から撮影が開始され、2019年9月まで続いた。ありがとうございます。